こんにちは、青猫です。今回は図案から書く花刺繍の2回目なんですけど、こちらは前回刺繍したスズランになります。今回はアネモネを刺していこうと思います。まず図案から書いていきます。今回も図案は布に直接チャコパーで書いていきます。まず楕円を書きます。この楕円は花びら1枚になりますので、仕上げたいアネモネの大きさによって小さくしたり大きくしたり調整してください。で、その右と左に少し小さめの楕円を描きます。で、一番初めに描いた楕円の上にこのような感じで半円を描きます。こちらが花心部分になります。で、その中心から中心と右の楕円をこのようにつなげて、左側も同じように花びらを描きます。で、今描いたこの花びらの間に小さい花びらを描いて、これで花の形が完成です。茎はお好みでまっすぐでもいいですし、少しカーブさせてもいいと思います。で、アネモネは花の近くに葉っぱがあるので、2本線を引いてもらって、それぞれに、こんな感じで V になるように線を入れておきます。右側が3本書いて、左側は、4本書こうと思います。こちらは本数揃えてもいいと思います。で、少し下の方に小さい楕円を描いて、つぼみを描いていくんですけど、楕円から茎に線をつなげてもらって、楕円の下にこんな感じで V の線を入れておきます。で、つぼみの近くにも葉っぱの図案を入れておきます。で、花心の周りにも少し線を描き足しておくんですけど、これは刺繍すると消えてしまって、最終的にまた刺す部分なんですけど、一応イメージ湧きやすいように入れておきます。で、今描いているのが、サテンステッチでここを埋めていくんですけど、その刺す方向を分かりやすいように線を入れておきます。この刺繍をする前に少しアネモネのこと調べたんですけど、私が花びらだと思ってたところは実は萼らしいです。で、中心の黒い部分がお花らしいです。はい、では刺繍していきます。ピンク色の刺繍糸を3本取りで刺繍針に通して、刺し始めやっていきます。刺し始めはこの花びらの隠れてしまう部分に並縫いを2回して糸を引きます。で、糸端を残して1針返し縫いをします。これで止まるので余分な糸端をカットします。サテンステッチしていくんですけど、まず真ん中のところからスタートします。サテンステッチで埋める場合はこんな感じで真ん中から始めて上と下に分けて刺す方が綺麗に仕上がります。で、さらに、刺したい方向、少し中心に向かって斜めに刺していくので、1本ガイドになるステッチを入れてからその間を埋めていきます。斜めに刺すので花心部分の方がちょっと込み入ってくるので、短いステッチなどを入れながら調整しながら刺していきます。半分刺せたので、もう半分も刺していきます。
はい、次はこちらの左側の花びら、萼ですね、を刺していきます。こちらも初めに入れた線に沿ってサテンステッチしていきます。途中で糸が短くなってきたので新しい糸に交換します。裏の刺繍したところに 2,3 回通すと止まりますので、あとは余分な糸をカットします。同じピンクの糸を3本取りでまた刺繍針に通して、刺し始めは先ほど留めた時と同じように裏で 2,3 回通して留めてからでもいいですし、刺し始めの並縫い返し縫い1回を空いているところにやってもらってもどちらでも大丈夫です。で、続きを同じように刺していきます。次は隣の花芯を刺していきます。ここの部分は少し分けて刺さないと埋められないんですけど、方向は同じように刺していきます。次は一つ飛ばしたこの部分を刺していきます。で、刺せたらその一番後ろになるこの小さいスペースを埋めます。で、残りの一番右側のスペースも同じように埋めていきます。裏で留めて、次は真ん中の黒い花芯部分を刺していきます。黒い刺繍糸は2本取りで針に通します。刺し始めは裏の刺繍糸に 2,3 回通して留めてから始めます。ここは、この方向にサテンステッチしていきます。裏で留めたら、次はその花芯の周りに同じ黒い刺繍糸と2本取りで、ステッチをさらに入れていきます。で、中心のこの部分から出してきて、フレンチノットステッチを作るのに針に糸を3回巻きつけたらこの位置に刺すんですね。で、糸を引きます。そうするとフレンチノットステッチから1本線が出たような形のステッチになります。これを放射状にいくつか入れていきます。ここまで見るとなんだか梅の花みたいな感じで、ちょっと私も不安になったんですけど、葉っぱを入れるとまた雰囲気が変わりますので、このまま続けていきます。緑色の刺繍糸3本取りで針に通して、ここは端は玉結びしておきます。で、この位置から初めてレゼデイジーステッチを入れます。こんな感じで一針すくった状態で糸をかけて針を引いて、で、外側に小さく一針入れます。これで一つ出来上がります。ツアーの線に沿ってレゼデイジーステッチをさらに入れていきます。
で、この真ん中の茎の部分はバックステッチになります。ここにバックステッチを一針入れます。で、左右に伸びているこの斜めの V の部分はレゼーデージーステッチを刺します。で、先ほどと同じようにこの部分はバックステッチです。で、同じように刺していきます。次は左側の歯を刺していきます。刺し方は先ほどと同じで、レゼーデージーステッチとバックステッチで刺します。左側の歯も刺せたので、次は真ん中の茎部分ですね。ここはアウトラインステッチで刺していきます。つぼみと葉っぱのところまで刺し進めたら、つぼみは置いといて先に葉っぱを今刺しているんですけど、この残りの糸の長さの関係で葉っぱを先刺しましたが、気にせずつぼみから刺していただいても大丈夫です。葉っぱは先ほどと同じようにレゼーデージーステッチとバックステッチで刺していきます。葉っぱが刺せたので、先ほどの茎のアウトラインステッチに戻ります。先につぼみを刺してもらっても全然大丈夫なんですけど、少しややこしい感じで刺してしまったので、分かりにくかったら申し訳ないです。つぼみはこの部分から出してもらって、ここはレゼーデージーステッチですねを、4つ入れていきます。で、茎部分はアウトラインステッチで刺します。先ほど使ったピンク色の刺繍糸を3本取りで針に通して、この楕円の部分をサテンステッチで埋めていきます。刺せたら裏で留めて余分な糸をカットします。で、これで完成かなと思ったんですけど、この部分に左右1本ずつレゼーデージーステッチを追加することにしました。ちょっとバランスが悪いかなと思ったので入れています。で、刺せたので裏で留めて余分な糸をカットして、チョコペンの印の線を水で消して乾かします。で、完成したものがこちらになります。葉っぱ部分の刺繍、結構細かく見えると思うんですけど、レゼーデージーステッチを使ったので簡単に刺すことができました。花の色をいろんな色に変えてみても雰囲気が変わって可愛いと思います。本物のアネモネの花を参考にしながら2色のグラデーションとかにしても可愛いと思います。よかったら参考にしてみてください。では、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。